っと待って、この向こうのめっちゃカラフルなやつって全員潮干狩りかな。ちょっと待って、めっちゃやばい、めっちゃ人多いねんけど、すごいな、めっちゃおる。今ちょうど土管町なんですけど、こんな感じでみんなあの前の方まで潮干狩りしてます。めっちゃおる。はい、花チャンネル始まりました。今日は潮干狩りをしに田島公園にやってきました。ちょっと取れるかわかんないんですけど、アサリを探してやっていきたいと思います。で、潮干狩りをするにあたってこういうものを買ってきました。まずこれは、コーナーで買ってきたんですけど、網付き熊手と熊手と紐付きネット3点セットで1000円以内で買える、900円ぐらいで買えました。であとは、こういうスコップも買ってきました。でこれは家にあった、バケツを持ってきました。であとなんかマテ貝も取れるって書いてたので、一応こういう入れ物に塩を入れて持ってきました。では早速やっていきたいと思います。はい、では早速やっていきます。取れたらこのバケツに入れていきたいと思います。多分ギリギリ2センチあるぐらいなんですけど、こっちはもう2センチないので、あの逃がしたいと思います。
かさっきマテ貝の、 あの殺人みたいな人がこういう塩のボトルに海水も入れてこういう感じでやってたので、カナもやってみます。やんわり海水が出てくるぐらいが結構マテ貝が出てきました。最初あんなに引いてたんですけど、もう終わる頃にはこんな感じでめっちゃ満ちてました。人もだいぶ減ってます。というわけで今潮干狩りを終えてきました。で結果的にあのアサリはいっぱい取れたんですけど、あの2センチ以上しか持って帰れないので、あの分けてみると30個あの持ち帰れるサイズがあったので、30個取ってきました。で、マテ貝の方は3匹だけ取れました。で、マテ貝は取れると思ってなかったんですけど、あの無事取れたので挑戦してみてよかったなと思います。で今から持ち帰ってあのこの海水をあの汲んできたので、あの家でしっかり泥とか砂を吐かせて、美味しく調理したいと思います。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。